うん、うん、うん。よく見ると暖炉の中には下へのはしごがある。はいはい、なんか見つけた。ここはですね、緑の間の、最初にカンテラ取ったところですね。なるほど。カンテラの光を強くすると、その前に見つかったのかな？それとも。木箱の中に立派な絵画が入ってる。とりあえずは、後回していっかな。ここで何をするのかしら。扉があるけど、あれ絶対トラップだよな。盾が飾られている。立派な鎧が飾られている。何か飾れそうな留め具がある。じゃあ、ここであれか。絵画かな。持っていきましょう。見しろ、額縁の重厚感に驚きつつ、絵画を手に取った。騎士の絵画を手に入れた。はい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 。じゃあ絵画で。立派な剣をかけた騎士の絵画。飾ればさぞ映えることだろう。剣でもいいような気がするね。ではでは行きま、剣か。まあいいや。飾れた。右手に剣を左手に立てよ。案外普通だな。はいはい、これで来まして、鏡か。じゃあ、これ、良太郎さんかな？誰かの姿が映ってる。それは確かに自分ではないが、なぜか、鏡を覗けるような気がした。ほうほう。これは多分、なんだろう、ミシロちゃんにしかわからないんだろうね。その雰囲気というか、気がしたっていうのは。とりあえずじゃあ行きましょうか。ここセーブないな。交流旅行なんて言いつつ、これが目的だったんですね。旅行もまた、あなたの心と体を休める意味では必要なことだ。事実、子供たちも今日は楽しそうだったし、今は向こうでぐっすり眠っている。あなたにとってもいいことだろう。ねえ、玉木さん、やっぱり考えてみない？余計なお世話です。うつらは私の子ですから。だが誠一さんは言っていた。最近のあなたはうつろちゃんに父さんの影を見ていると。誠一さん、バラしたの？すまない。だが最近の君は目に見えてやつれている。結論はともかく一度事情がわかる人間で話し合うべきだと思ったんだ。玉木さん、あなたの心に負荷をかけているのは、絵だろう？うつろちゃんは今8歳。まだまだ。いや、むしろこれから、もっと小学校で絵を描いたりすることは増える。せめて、うつろちゃんがこの話を冷静に受け止められる年齢になるまで、お母様に預けるのはどうだろう？大丈夫です。母親が守らずして、誰があの子を守るんですか？確かに。玉木さんの言うことは正しいわ。でもね、このままではあなたが先に参ってしまう。そうなったら、あやとくんはどうなるの？完璧な人間なんていない。あなたも同じ。あれもこれも一人で抱え込む必要はないんじゃない？まして、あなたが抱える積み荷は人より重すぎる。それでももう少し、私、頑張れます。今、この4人の家庭を壊したくない。玉木。シンジさん、チカさん。私も玉木を全力で支えます。もう少しだけ、頑張らせてやってください。誠一さん。本人たちがそこまで言うなら、止めはしないが。だが玉木さん、くれぐれも覚えておいてくれ。あなたは現時点ですでに十分すぎるほどに頑張っている。だからせめて参ってしまう前にな。はい。
見知らぬ不明瞭ながらも鏡を覗けてしまった。その上で、やはり自分の鏡ではないと思うのだが、今のは、その、三代ちゃんの両親、薄池と、あと、日野原家の両親、か?すみません、ちょっと三代ちゃんのとこのお父さんお母さん名前をよく覚えてないんですが、まあ、玉木と誠一、つったらまあ、そうですよね。そこにはある。どういうことなんだろう。これは、それと今の現状を説明しますとですね、前回エンディング2だったかな?まあ、メビウスの輪っていうちょっと意味深というか、ちょっと怖いタイトルだったんですが、怖くもねえかな。迎えるほんと直前ですね。なので、ゆずちゃんはもう望みを叶えて消えてしまった状態です。この鏡を見てエンディングが変わるのかな?まあ、こんな状況で。一度ちょっと入ってみるか。いや、でも、りょうたろさんの扉見つけてねえな、やっぱりな。なんだろう。これダメだったらちょっとそこは全カットで、りょうたろさんの扉多分探しに行くシーンになると思います。あ、あった。ここにも下へのはしごがあります。ここはあれですね。なんだっけ。美の間。絵の具探したところですね。で、黒い絵の具があったところが、ああ、扉だ。なんとなくもう開くことはないように感じ、順番か?ゆずちゃんの前にりょうたろうさんか?なるほど。鏡じゃない、鍵はあるもんな。どうだろう。それともやっぱまだ何か足りないのか?ちょっとセーブをし直して、行きましょうか。あ、はい、開きました。状況的に言うと、ゆずちゃんの3枚目の鏡を見る前じゃなきゃ開かないみたいですね。それとも、ゆずルート、りょうたろうルートっていうのがあるのかな?両方とも開けるためには、って感じか?ちょっと待てよ。ここが、うしうし、いいセーブでございます。本当にいいセーブかはわかんないけどね。んで、じゃあ、連れてきましょうかね。何?俺の鏡があった。ついに3枚目か。そろそろでかいのが来そうだな。よし、早速行こう。いいか、同分。今までの鏡とは少し違うな。場所も奇妙だし、いよいよ正念場ってか。こんな奥までお前一人で歩いてきたのか。お前は強いよ。俺は心の底からそう思う。だが強いってことは疲れないってことではない。いや、話は後にするか。まずは鏡を見ることだな。いや、姉貴のガキの頃には似ても似つかないほどとても可愛かったから。大丈夫。お前はいいやつだ。お前みたいなやつこそ、うつむきがちな娘の力になれるはずだ。よし。今度こそ行くか。中西ビルだったな。くそ。煙がもう、このフロアまで。ダメです。階段は炎の熱で、とても近寄れる状態じゃ。運命は残酷だ。遺産も家族も。何一つ決着がつかないまま終わるのか。すまない、チカ、ミシロ。ミシロちゃん、結局会うことを叶わず、か。きっと、姉貴にない、美人になるんだろうな。俺が見てきた中で、一番美少女だった。せめてこのチャンス、生かしたかったな。恋愛対象とか、そういうことじゃなくて、ただそこにあることが美しいんだ。全部思い出した。
自分がどうやって死んだのかも、望みも、他のことも、全部。なるほどな。我ながらこれは、見上げた執念だ。ちょっと疲れちまった。なんせ今までの鏡とは、情報量のレベルが違ったもんでな。整理できたら俺のこと、お前に関係すること、俺が知ってたことをいろいろ話すよ。きっとそれが俺の義務だ。それよりお前、この奥に行くつもりか？それなら俺も同行しよう。たまにはおっさんらしく、少女の盾にならないとだしな。はぁ、マジでこんな理由か。っていうか、なるほど。ミシロちゃんのお父さんは、まあ、こういう状況で亡くなったわけで。亡くなったっていう情報あったっけ？覚えてないだけかな。ちょっと、結構、なんだ、ブランクがあるからな、今回やんのも。では、今回は誰が来るのやら、扉を開けましょう。あれは、おじいさん。あんたは、林蔵さんか。かつて、鬼才と呼ばれた一人の画家がいた。名を、薄井林蔵と言った。林蔵の描く絵は高く評価され、また、高値で取引された。林蔵は、地位と金を持っていたのだ。おじいさん、何を言って？それより、なんでここに？待て。林蔵さんの様子をよく見ろ。こっちの声は聞こえてないみたいだ。やがて林蔵は一人の女と結婚する。子供も設けた。名は真治。林蔵は妻に、そして息子にもまた絵の素晴らしさを説いた。だが、奴らは芸術には興味を示さなかった。妻は林蔵の絵ではない。絵につく値段しか見ていなかった。真治もまた、妻の植物主義のもとに育っていった。だからこそ、林蔵の絵に真に興味を寄せる使用人との間に関係ができることは必然だった。え？真治が8歳の頃、林蔵と使用人の間に隠し子が生まれた。名は玉木。林蔵は妻と真治には、玉木の存在を隠したまま二つの家庭を養った。だが、結局芸術に興味を示すことは一度もなかった真治と、母同様に絵に関心を示す玉木。林蔵の愛情は玉木に向いた。そんな生活の果て、真治が大学に進学してからしばらく経った頃、ついに玉木の存在は明るみに出た。林蔵は妻に、請求された通りの慰謝料を支払い、離婚した。すでに成人していた真治は、薄井に残った。世渡りのうまい、頭のいい息子ゆえの判断だろう。それからしばらくの年月が経ち、林蔵は父、そして、絵の師として慕う玉木が18になった頃、林蔵という男は、生涯における最大の過ちを犯したのだ。林蔵は娘を可愛がるあまり、娘、玉木との間に子供を設けた。こうして、玉木もその母も林蔵の元を離れた。金による償いすら拒絶され、林蔵の前から去ったのだ。玉木は、腹中の子を出産し、育てようだが、詳細はわからぬ。それは林蔵が伝え聞くことすらできぬ話だ。そんな出来事から約20年が経過し、林蔵は病に倒れた。年も年だ。おかしいことはない。薄井に席を置く真治こそが、薄井家の長男、遺産を継ぐ者。しかし、林蔵は最後の償いと思い、遺産をすべて玉木へと譲渡するゆえを残していったのだ。遺産。先輩は、玉木さんと相続の件で揉めていたのか。そんな一人の男の魂は未だここに縛られている。他の魂とは違い、世界の強制力によってここにあるのだ。理由は、この世界を生み出したものにしかわからぬ。
どうやらわしに用がある使者がいるらしい。だがちょうどよかろう。死してなお己の罪に永遠に向き合わされるというものも、この身にふさわしい死後よな。話は以上だ。来客は気象ゆえ、長話に付き合わせた。死人もできぬし、声も聞こえぬが、そこにいるのはわかる。達者でな、死人と魂よ。行こう。もうここに用はない。一度、いつもの広めに戻らないか。今の林蔵さんの話も含め、俺はお前に話すべきことがある。なるほど。とは言っても、前回先に玉木さんの話を聞いていたから、まあ、新鮮というか驚きはあんまなかったんだが、唯一あるとしたら、おじいさんは自分が犯したことを罪だっていうのは一応認識してるってことだね。そして死人と魂。なるほどね。まあ、前回のエンディングを見たからわかることなんだが。じゃあ話を聞きましょうか。よ、セーブはまた後でいいかな。わかった、それじゃあ始めようか。まず、見しろ。今のお前は、この大扉を開くことができるだろう。お前は世界の奥で似た構造の扉を問題なく開けていた。ここも開こうと思えば先に進めるはずだ。だから、その前に記憶を取り戻した俺の話を聞いてくれ。俺は戦国良太郎、薄井見城の母、薄井千佳の弟だ。そして、薄井見城の父、薄井真嗣の部下でもある。うん。姉貴から送られてくる年賀状で、お前の存在は、だいぶ前から知っていた。正直、可愛い子だと思った。恋愛感情とは少し違うんだが、まあ、お前を一つの美として認識し、惹かれていた。だが、先輩からお前の話を聞くと、ここ近年はうつぬき、下げ込むことが増えていると知った。理由は知ってる。お前が中学校で、傷害事件を起こしたことで、姉貴がお前を束縛するようになったからだ。そうよ。俺は先輩に誘われたこともあり、本気でお前の力になろうと奮起していた。あの美しい少女が詐欺込んでいるのは、俺としても悲しかった。堂々と言うね。ま、茶化すなよ。最後なんだ。え。だが、その矢先、俺は死んだ。仕事で行ったビルの火災事故に巻き込まれたんだ。火災。そう、お前の父親と一緒に、な。その後はまあなんとまあ、俺自身もびっくりなんだが、志半ばで死んだ俺は魂となって、ふわふわとお前のところまでたどり着いたらしい。だから、俺が死んでからお前が死ぬまでの一年間くらい、ずっとお前についてた形になる。え？ああ、意識って言うほどはっきりした意識はなかったから、漠然とそうだったらしいってわかるだけだ。なぜならば、写真を見てからずっと、俺の中で、お前の存在は一つの美の完成として君臨していたから。死してなお、お前と一度でいいから、接したいという望みを抱えていたからだ。それが良太郎さんの望み。そういうわけだ。つまり、もう叶ってる。俺はお前に付属する形で、この世界に迷い込み、そして、この世界で生前叶わなかった望みを叶えちまった。じゃああとはどうなる？それはどうやら。こうなるらしい。体が、成仏するのか無に帰るのかは知らないが、さよならだ。見しろ、お前が近年苦しい環境下にあったこと、そして今現在お前は死亡していること。無関係ではないと思う。親を憎むな、とも言わない。だが、どうか知っていてほしい。理解も共感も強制しないが、知っていてほしいんだ。お前の父は、お前と接する時間がなくなっていることを、悩み、悔やんでいた。決して、お前と遺産を
同じ天秤にかけたわけじゃない。お前の母は父と共に薄井家の遺産という証を受け継ごうと頑張っていた。その力量の調整を間違っていたのかもしれない。冷静でもなかったかもしれない。でも悪意はなかったはずだ。きっと先輩と俺が死んだ後も夫と弟を失った悲しみに甘えることなく歯を食いしばって薄井のために戦ったんだ。お前の父と母は不器用だったかもしれないが、きっと血の通わない冷血者ではなかった。それだけ知っていてほしいんだ。ま、今言われても遅いかもしれないけどな。あ、そうだ。遅いついでとおせっかいにもう一つ。お前に価値を感じる人間はいる。お前が死ぬことで悲しむ人間はいる。いびつかもしれないけど、俺だってそうさ。案外、世の中そう悲観するもんじゃないぜ。って感じで、お前を励ますつもりでいたのさ。あ、良太郎さん、行っちゃったね。そんなこと言われたら、私は自分の存在をなかったことにするという望みをどこへ向ければいいの？あっさり言っちまったなぁ。望みは叶ってたわけか。と言ってもまあ思い出すまで望みだったかどうかもわかんなかったわけだし。って考えるとなぁ。良太郎さんは望みを叶えた。この世界から解放されたんだから、これはいいことだよ。さあ、みしろちゃん、扉の向こうへ行こう。きっと終わりは近いよ。この場合ってどうなるんだろう。またエンド2かな。4と、2を回収したから残りは3と1なんだけど、これが3になるのかな。まあ言ってみて、同じだったらつっても多分ゆずちゃんがついてくるだろうから全く同じってことはないだろうな。じゃあ行きましょうか。それでも私はお父さんとお母さんの不器用さを知ってしまった。私の存在を大切に思い、こんな世界に来てまで励ましてくれる人の存在を知ってしまった。それを全部初めからなかったことに。できないよなぁ、前回と一緒のようなことだけど。できない、できないよ。そんなこと、もうできない。お父さんの密かな苦悩を、お母さんの苦しい努力を、良太郎さんの風変わりな思いを。なかったことになんて、できない。それはもう私の望みじゃない。私、望みを叶えずに消えること怖くないよ。だって私の望みを叶えることでこの世界から解放されるのは私だけだけど、今回はここにいる魂がみんな解放されるってことでしょ。それはきっと私にとって幸せなこと。なんとなくそんな気がするの。ミシロちゃん、よかったら私のお墓にお線香でも添えてよ。挨拶だと思ってさ。うん、きっとお墓探してお参りに行く。